いやあ、せつなけいすけだよ。今回から2週目やっていきたいと思います。で、まずちょっとこちらの方を見ていただきたい。こちらのどれやったっけ、これだ、これ、この空間、これはですね、このゲームのシステムの一つ、アリアドネです。前には説明せんかったかな、多分このシーンを見せてはないと思うんですけど、これね、これまで辿ってきた分岐ですね、このフローチャートになっておりまして、これ前回のパートでこの最後バッドエンドとして流れたところなんですけど、それもそうなんですけど、こう下の方に行ってみたらこんな感じで、まあいろいろ最初の物語からこうフローチャートでこう来とるわけですね。これがあの最初の戦闘のところだったりするんだな、概要とか。こんな感じでね、今作はですね、この何かイベントがあったところの節目からスタートして、あのいろいろ分岐を試していって違う演入を迎えることができるみたいな、そういうシステムになっております。というわけで、今回からその分岐をいろいろ試行錯誤して違う演入を見ていこうという感じになります。というわけで、最初の分岐にあたるであろうここに行きます。最初の物語、うわー、戻ってきた。最初の一言でコウコっていうのはさ、もしかしてこの何週も人夢としてさ、前回の週のスタートから始まるみたいな、終わりから始まるみたいな、なんかタイムループっていうかさ、なんか時間巻き戻って何週もやってるみたいな感じのつながりみたいなスタートやな、これ。最初のコウコって言い出すところ、まあここスキップできるかな、スキップできない、まあ、ちょっとじゃあ動画の方でちょっとスキップしますね。不思議な夢を見た。うっすらと浮かぶのは司令とあのメテオラのこと。それももう。はっきりとは思い出し、司令と、ちょっとこれこんなシーンなかったし、司令とメテオラの話出たんやけど、あ、2週目やけん、平和な街を見ているうちに尾を引いていた悪夢の余韻が消えていく。綺麗にあつらえられた街並み、この今を受け入れてしまえれば悪夢を見ることはなくなるだろう。ちょっと待って、司令とメテオラの話なんかなかったやん、1週目さりげなく2週、さっきの1週目の話ちょっと引き継いできとんじゃないかお前私のリアルはあ、こんな感じでちょっと変わるんじゃ、だからスキップできんかったやな。でもメテオラ、人間の敵、コウコの仇、本当にそれだけなのか。あ、それだけなのか言っちゃっとるからな。クロエ、時間が惜しい。あ、で1周目と同じようにこんな感じで出てくるんじゃ、このエレベーターでのフリーブリーティング。ジュリア博士、こんなとこ出てきとったっけ。えらいご機嫌で話してるなお前。あれ、こんなとこでジュリア博士出てきたか。ああ、ブリーティングか忘れてた。あれ、こんな感じでジュリア博士前に出てきたっけな。人類の守護者たるマキア、パイロットのお二人さん、戦いの準備はできてるかい。ヤマトがちょっと遅れてくるのは前と一緒。来た、あれ、こんな感じだったっけってヤマトはここで出てくるのを覚えとるけど、あ、時間通りになってる時間通りになっとる間に合っとるわ。突っ込まれてるし、あれ、ちょっと一周目と変わってますね、内容が。じゃあ要点だけ言うけどさ、はい、とにかくあのメテオラは殺さないこと、捕獲してくれたこと、うん、これは1周目と一緒か。死んだらあいつ消滅しちゃうんだよね。うん、私に奴らの体を貢ぐことこそが君らの使命指長えな、あいからジュリア博士指長えな。そこんとこは脳に刻み込んでおきたまえ。はーい、体罰食らうからな、体罰食らうからな、破壊したら頑張るわ。というわけでね、一周目ブリーディング入った。作戦の概要を説明するよ。はい、先ほど突如多分この辺は一緒やな。展開後
一緒っぽいわ。ちょっとパスするわ。データこの手、あ、君には教えておく。なんだ、何か教えられた。あ、君には教えておく。メテオラはたとえ戦闘中であっても逃がす方法。あれー、なんかあの時のシーンが蘇ってきとるわ。やばい、一周目が二周目に影響を与えてるわ。君には教えておこうとか言うてた。おいおいおい、やってくれるじゃないですか、マイディアレストさんよ。ああ、やるようにウェーブをエネルギー変換しメテオラに反撃することもできる。これ2周目でも言いよったな、あの動画編集しようって気づいてんやけどさ、このなんか展開するときにさ、このなんか変換中カウンターアシスタンスに触れず、ああ手を伸ばしたままで、ああウェーブを受け止め続ければそこにある情報を読み取ることができる。この説明あったんやけどさ、この説明あった後にさ、あのマキアに乗る機会がなくてさ、全く実践する機会なかったんやけどさ、これあれか、1戦目2戦目でさ戦う時にさ、これやれってことだったんじゃな。そういう伏線だったんじゃ、2周目につながる。そこに一体何の情報が。それは君自身の手で試して。なるほど、1戦目2戦目で倒、それぞれ倒しきれないの展開だったんが、1戦目で多分捕獲できるんだろうな。うまく捕獲するか情報を回収できるから、それがきっかけで分岐が始まるみたいな感じなんじゃ。2周目はちゃんと2周目のなんか持っていき方って教えてくれよ、感じがするわ。この記憶は、記憶が蘇ってきようやな。作戦はすでに青葉岩座中尉に伝えている通りだ。速やかに遂行せ。以上だ。よっしゃ、貢献を期待して。わかりました、やってみるわ。我らプロメテオスの意志。了解、やってみるわ。そのなんか情報を読み取るやつ、入れていきまーす。待ってくれ。どうした？グライアイのレイヤーのレベルは大丈夫？ノアとの疎通が確認。あ、これはだかな。うん、こうしたら出てくるんだよね。我が歌姫。こら！どうしたん？まったく。さっきからずっとお前のそばで。またグライアイのレイヤーレベルを挑戦して。ノアちゃんを無視していたな。ここまでなんか喋りよったっけ、こいつ。お前はしょうもないことをするやつだ。ノアちゃんのことは何だと。えらい喋るな、今回。うるさい。こんなに喋らんかっただろ、お前。ノア、出撃だよ。後で説教だからな、クロエ。あれ、こんな会話しなかったや、お前。本当にお前はうるさいな。おいおい、こんなにうるさくなかったぞ、一周目は。だからいつも非表示設定してるんだよ。うるさいったな。出撃だよ。仕方ない、行くか。そうです、行くんです。星を落とし、頑張ってね。あれ、まがいものはどっちだみたいなツッコミなかったな、今回クロエの。でもロボに乗ったら静かになるんだよな、ノアちゃん。いつものようにあなたの手でこの巨神に火を入れて。出た、クールなノアちゃん。ここは別にいつも通り一周目通りに展開していくわけで。こうか。VR ガバガバだよな、俺の VR が。 OK。 ユーザーオーセンティケーションコンプリートR2YF クロイシップ11アルトマキュー。さーて、見慣れた風景やけど、今回はちゃんとね、捕獲情報回収かな、やっていきたいと思いますんで。ノア、姿勢制御をしっかり頼むよ。承知しました。マキアとの接続を開始する。よろしくちゃん。起動。アルトマキア、備えて。ミラージェネレーター起動。これやったっけ、こうか。なんか音流れよる。強制介入します。ノア頼む。変換障壁に違ったかな。ウェーブ接続変換を開始。間違えたかな。ありがとうノア。アークなら同席です。
失敗したけど、なんかあったんかな、俺。カウンターアロー。心にいます。変換完了。すべて開けます。カウンターアロー。発射。あ、ノアが勝手にやり始めよう。ちょっとなんか失敗したかな。アルトマキア、前進。射出ポイントを目指せ。アレスマキア、連動する。失敗したかもしれん。やり方間違えたかもしれん。ノアが介入してしまった。ノアが介入してしまって、なんか情報を読み取る時間なくなったかもしれん、今。仕掛けてくるのが早いね。これもさ、パーセンテージをえらい低い数字で出したらさ、どうなるんかなってやってみたんやけど。これ 120% って言おうけどさ、あえて120よりもえらい低い数字で打ってみたらどうしようかな。エネルギー充填開始。 120% でトリガーを引いてください。照準補佐します。間違えた。打てんようになったんじゃ今。エネルギー足らん。あ、出んかった、出んかった。こうなるんじゃ。再充填するしか。あれ、ヤマトが行くん。ヤマトが突っ込むん。充電失敗したっけ。ヤマトでやるんだ。どうなるんこれ。剣で聞いたらどうなる。あ、でも倒した、倒したわ。やったぜ。大丈夫か。そんな動かし方をしたら自分の神経を傷つけるぞ。倒し方が変わったな。普通の人間なら声が聞くしね。おい、ジュリー探せ。人の命なんだと思ってんだ。気にすんなよ、大丈夫だ。あれ、ヤマトが倒したな。言っただろ。わ、かっこいい。ヤマトかっこいいわ。クロエのナイトだわ。倒し方変わったな。ヤマトの検査で縮小会の開始が遅れるそうだ。あれ、ま、時間を潰していいよ。ヤマト検査入った。縮小会がちょっと長引くんじゃ。そうだクロエ、お前が休んでいる間にリブラがアップデートされた。リブラのアップデートの話はあった。今のうちに追加機能を確認したらどう。リブラか、まあ、これは別にどうでもいいよ。決断補助システム、機能説明を確認しますか。しません。あ、スキップがある。ってことはこの辺は一緒か。てかアリアノでちょっと倒し方が変わっただけで別にそんなに変わってませんよ的な感じかな。これちょっとやってみてみよう。作戦の概要、作戦の概要。あー、倒し方がちょっと変わっただけみたいですねこれ。これじゃ、このシーンでこうすればいいんじゃ。これでいいんか。なんか違う画面が。変換処理中断。クロエ、何かあったのか。見えるのか。すまない。あ、今はなんか気にしてないみたいやけど。何か見えたのかな今ので。展開がとりあえず一緒やけど。仕掛けてくるのが早いね。早いね。ちょっと展開は一緒になってきたな、またけど何かが見えた感じにはなるとみたいやな、クロエが。この辺は一緒か。え、でも倒すんこれ。レールキャノンを展開したら倒す方向に入っていくんやけど、あ、別に倒してもいいんか、情報が見えたけん。ジュリア博士的には捕獲したかったけど結局倒すんだよこれ。倒すんやな。何か情報は見えたんはいいけどさ、倒しはどうするんやな。右と左の両方を合体させるんだ。はーい、倒しまーす。ジュリア博士、結局捕獲はせんらしいわ。ごめんな、ゲーム的には捕獲するルートなかったわ。 120% です。バッチリ倒せるパーセンテージでいきます。エネルギー充填開始。充電開始。 120% でトリガーを引いてください。照準補佐。おお、おろろろろろ、おろろろろ、おろろろろ、撃ってー。あれ？あれ？
すごい、あれどっか行った、どっか行った、なんか出てきた。なんか空間出てきた、どっか行く、どっか行った、敵がえらいスピードで飛んでった。なんか始まった。こんな展開になるか。あ、得意点出したんじゃ。終了、了気、起動せよ。すげえ、偉い展開変わった。倒すでもなく逃げられるっていう、つうか俺の射撃が悪空間呼び出した時何だお前。あ、でもこれでルートが、新しいルート入ったんじゃ。あまりにも甘すぎるね、君たちは。お仕上がりを受けてますね。いやいや、あんな展開になると思わんかったし、前の世界戦でさ、データ司令に言われたことやっただけやし、俺悪ないし。データ博士に言ってくれ。なぜ君たちはいつもメテオラを捕らえてくれないんだい。だって倒した方が仮になるかもしれんし。平和主義者かい君たちは。言っただろ、何としても捕まえなって。ごめんな、ゲーム側がさ、捕獲の方向、捕獲のルート作ってくれてなかったわ。メテオラを追い返し人類は救われた、それが全てだ。何の不満があると言うんだ。そうだそうだ、人類を守るが俺たちの使命だ。不満なら大いにある。メテオラは研究素材の宝庫みたいなものなんだ。ジュリー博士すごい踊りしてんな、ブレイクダンスってやつかな。一体捕まえて調べるだけで世界を先に進めかねないほどの。へえ。いつもお前はそう言うが、あれの捕獲にどれほどの困難が伴うか。そうだぞ、俺たちが結局実行するのは俺たちなんだぞ。親たちのこと寝返ったことあるんか。さっきの戦闘でな、ヤマトが頑張った時にさ、人間の会話聞くからねとか、すごい冷めたことを言ってやがったよお前。ちゃんと分かっているのか。そうだそうだ、メテオラを殺すとその破片は消える。捕まえようとしても妙な穴の向こうに逃げていく。さっきのと同じような感じか。これで一体どうしろと言うんだ。難しいですね。本当に捕まえるのが無理ってんなら、そりゃ倒すか撃退するしかないが、私の目には君たちが捕獲にベストを尽くしているようには見えないんだよね。ほう。特にクロエ。はい。捕まえようとなんてしてるのかね。あれ、初めて聞く BGM 流れましたよ。まあだが、安全策を取るべきだという君たちの意見にも一理なくはない。その感覚は真っ当だ。正しいとさえ言ってもいいかもしれないね。だろう。捕獲しろって大変な命令をさ、ぶちつけてくるだけのジュリーの上司ってね、ブラックなんですよね。ブラックジュリー博士ですからね。しかしそれは典型的な凡人の意見だ。え？天才の私に諦められるわけがないだろう。高みに挑戦するからこそのジュリー博士だ。大体普通なら不可能なことを可能とするために君たちが組むことを許可したんだ。演算能力に優れたアークのノアとマキアとの共鳴度が高いデザイン度のクロエを、なのに簡単に流したなんてね。まったく。おいらがね。しかしあのメテオラは一体どこに逃げたというのだ。人類はこんな穴蔵で強制的な疎開生活を余儀なくされているというのに、あいつはどこぞの彼方へと逃げて今頃のんびりバカンスか。いい肉食ってんのかな。俺にも分けてほしいな、メテオラ。まったく憎たらしい。ノアちゃんも地上のどこかにあるという本物の海や山というものを見てみたいのに。はっ、海も山も興味はないね。冷めてんな。わびしい時間を移動に使うアホどもの価値観は昔から理解できないものだった。だいたいメテオラだって遠くに逃げたとは限らないかもしれないよ。近くにおるって。あるよ、常にそばにいるのか。あ、何か伏線みたいなことを言ってますね、ジュリア博士。ほんまに伏線かもしれないね。どういうことだ。
メテオラの逃げ込むあの穴だ。あれが短縮するのは距離のみとは限らない。距離のみとは限らない、どういうことだ。転移先は明日か昨日か、それかもしくはもっと前の過去にさえ。そう、もっと時間の移動もしてるのかい、うん、難しい話をしてるの。ジュリー、新しいボディが快適なばかりに、ついはしゃぎすぎてしまっているのかもしれないね。いえ、もう行きたまえ。反省して次に備えろ。解放された。町の表層に幾重にも貼り付けられたテクスチャ。ここはどこで誰がどんな人か。ああ、ここは見たことあるところやな。倒さんかったけん祝勝会は行われんかったみたいな感じじゃ。つながった、ここ来た。こういう分岐になったなんか知らんけど。ここからまだなんかあるんかな、分岐のなんかあるんかな。スキップがあるできんってことは何か変わったとこがあると見た。特に知りたくもない情報ばかり。まあ、この辺はいいでしょ。おーっと、またスーパーサイヤ人みたいな、サイヤ人みたいな折り方してきますな、ノアちゃんです。この辺の選択肢変えてみようかな。早抜けか、協調性のないやつめ。まったく、クロエはしょうがないやつだな。確か相手にしないを選んどったんやけど、謝るを選んでみようか。割と素直に。それは悪かったな。ああ、そんなに悪かっただって思ってない感じのやつやな。心がこもっていない。その通りだな。お前はもっとノアちゃんを大切にすべきだ。なんだ、大切にするってどうすればいいんですかね。ショールームに拘束して閉じ込めておけばいいのか。お前には外の世界は刺激が強すぎるから、僕がここで守ってあげようみたいな感じで言えばいいんか。考えてもみろ、お前のバディが私じゃなかったらどうなっていたことか。一人でうまく活躍してます。一人じゃマキアも満足に動かせないクロエはメテオラに吹き飛ばされて作戦失敗、地下都市は崩落し人類は絶滅。うわ、地獄と化してしまったこの世界で後に残るは憎きメテオラどもの歓喜に湧いた歌声ばかり。そうならないのもこのノアちゃんがいるからだ。もっと私に感謝しろよなクロエ。はい、はいはい、感謝感謝。シェシェ、心がこもってない。心がこもる、心を込めるのが苦手なクロエです。やれやれ、また町にゴミテクスチャが増えている。美意識のかけらもないな、まったく。情報にはもっと品性が必要だ。お前もそう思うだろ、クロエ。知らないよ。テクスチャなんてみんな同じだからな。目障りなら、この…あ、この辺はやったな。一緒か。このくらいでいい。視覚拡張でば、人々の姿をテクスチャで覆えば。クロエ、またレッマー。これほどテクスチャが相手の目からすぐに消える潔さも情報には必要だ。閉ざしたか。しかしなクロエ、何も私のような最上級拡張上いつだって人のそばによ。何せ人々さあ、人々私。歌が始まるぞ、みんな欲しい。歌が始まるぞ、あなたスキップするぞ。人の帰ったぞー、ついてきたぞー。外で出てくるの、なぜ帰ろうとするクロ。お、ま、あれ思考のノア、あれ。なんかちょっとダブってきたね。お前の歌は聞かない、その歌声はお前のものじゃないからな。ちょっとイメージが出てきたね。一瞬見てる寝てくるかったイメージっていうか出てきたね。確かに私はお前の親友、瞳も声もだがな、クロエ。高校では人々お前笑い笑い年のあたあたいい歌のすでにのは聞かなきゃ。これ怖いな。あれ、ライブを見るやつが始まったぞ。おいおい、こんな選択肢なかっただろうお前。やばいわ、
ここ見たなと思ってさ、ガンガン飛ばしていっきょったらさ、突然なんか見たことないところ出てくるやん。まあ、わかったわ。見に行くわ、ライブ。今回だけだぞ。多分視聴者さんは見たいルート見たいだろうからな。わーってお前。なんかちょっとわー引くみたいな感じの言い方したな、お前。賢明な判断だ。最高の時間を約束しよう。よっしゃー、みんな。あ、でも待てよ。よく考えてみたらさ、ごめんな。ライブパートってさ、音声切らなあかんのだったわ。ごめんな、みんな。映像だけの、動画では映像だけしか見せれんわ。ノアの歌声が聞きたいっていう人はさ、黒ゲーム買ってやってみてくれ。ちょっと著作権の関係上、俺 BGM カットするわ。音声カットするから。